味の濃いチキンと味のない茹でた芋をくれた。ありがたい。せっかく泊まりに来たのに、料理をなかなか注文しない貧乏な日本人が珍しく見えたのかもしれない。美味しく食べた。スプライト1リットル 3.5 トンガでござる。トンガ。インターネットいろいろあってこの日の出費はですね、66.65 円でございます。すごいね、 66.65 円で1日を過ごしました。まあ宿代とか入ってないからね。トンガですね。2005年の12月22日でございますね。編集してるのは2020年の6月6日でございます。南太平洋トンガハーパイ諸島ですね。パンリフカという島でございます。一番南のところに来ております。パンガイサウスビーチっていうところでございます。海も空も真っ青、砂浜はもう紫外線のね強さでね白く見えております。これはですね、小さなイワシなんじゃないかな。大群がね押し寄せてきておりますね。網で一気に救いたいところだけどね、そんなものは持っていませんから。もうねちっちゃい魚すぎてね、釣り針にはね食いつかないみたいなね、そんな魚でございます。これをめがけて大きな魚がやってくるんですよね。なんかね水着でも着てね飛び込み大会ですけどね。カニですね。こんなカニは東京に日本にもよくいるカニでございますね。クラブでございます。岩場、南太平洋のトンガの離島でございます。さて、写真に切り替えましたね。この次の日にね、飛行機に乗ってね、首都の、なんだっけな。首都の名前忘れちゃったよ。ヌクアロファだね。トンガのヌクアアロハにこの次の日に帰っていきます。この日に釣った魚たちですね、やっぱり熱帯魚系が多いですよね。宿ねご馳走になったスイカの方は自分で買ったんですけどもね、スイカが甘くて美味しいんですよ。なんかものすごく濃い味のお肉とポテト、あのポテトはねジャガイモじゃなかったと思うんだよね、タロイモ系かな。記憶はちょっと忘れてしまいましたけどね。とにかく暑いんですよ。本当に紫外線が半端じゃない。その影響でね、砂浜自体も白いんだけどね、さらに真っ白にね、砂浜が輝くというね。こんな小魚がね、大群になってね、身を寄せている港でございましたね。面白いですよね。なかなか見ることできないですよね。そして一層のところね、眺めながらカニとかね眺めながらですね、一日を過ごしたというそういう映像でございます。
おそらくね、これがね、泊まってた宿なんじゃないかなと思うんだけどね。ああ、まあ、街並みでございますね。道が果てしない時は、これは詩でございます。作詞、2005年12月22日12時30分、トンガパンガイ。道が果てしない時は、気持ち的に、等速で行こう。神経を乱さないように。道が果てしない時は、気持ち的に等速で行こう。その方がなんだか早く感じる。死。不安だって休まる。どこかにたどり着いたら、浴びるほどの水を飲もう。飽きるくらいの休みを取ろう。だから今は気持ち的に等速で行こう。どんなに遠い場所だって、ゆっくり確実に歩いていけば、行きたいところにたどり着ける。たどり着く景色を最後まで、最後の最後の一寸前まで見せてくれないのなら、果てしないのであれば、道が果てしない時は、気持ち的に等速で行こう。神経を乱さないように。道が果てしない時は、これが僕のできること。作詞よちつま、2005年12月22日19時40分パンガイより、よちつま。これが僕のできること。それは誰かができること。いろんなことがあるけれど、努力してできるとか、何もかもせずにできるとか、いろんなこともあるけれど、種を問わず、これが僕のできること。それは誰かができること。いろんなこともあるけれど、なんてことを言っていると、誰かの文句が聞こえてくるけれど、そんな風景の時の時代はこんな風だ。その意見も君のできること。その意見も僕のできること。己の人生でできること。動画の説明をしたいと思います。まあ、何動画分いつものようにまとめてね。吉妻の南太平洋翼行、2005年12月から出発した旅の説明でございますけども、今回もね、説明ばっかりのね、動画になっております。前回の説明ではね、南太平洋のトンガのね、バウバウ島まで行きました。バウバウ島のバウバウ飛行場から、アイナフという中心地に行ってですね、いろいろ見て回ったという、今回もそうですね。で、しばらくしてまたババウ飛行場から、飛行機乗って、今度はリフカ島空港、同じトンガの中にある、ハーパイ諸島のリフカ島にあるリフカ島ですね。で、リフカ島の中心地がパンガイというところでございます。まあ、しばらくここで滞在して、北の方に行くとね、ファオ島という島があったりしてね、まあ、リフカ島に戻ってきて過ごしたりなんかしてですね、そしてまたリフカ島から、首都のあるね、トンガラプター島に戻ってきて、で、中心地、ヌクアロファで過ごしたということですね。